都内から90分でこんなに緑深いところに迷い込めるんだと思ってちょっと感動してます。こういう地域に来たり、いつも自分とは違うような場所に来た時に違う着眼点だったり取り組みだったりがあるなと思うんですよね。そういった木工みたいなものを活用して楽しむ、それを身近に感じてもらう、そうすることによってその自然とのつながりみたいなのを自然と育めるっていう取り組みもあるんだなっていうのは、私はその今までにはあまりないところだったと思うし、教育の一つとしてそういうふうに小さい時からそういった木工だったりとか木のものを使ったおもちゃだったりとか造形物で遊ぶっていうのがすごくいい体験になるんだなと思ったし、実は大人にも必要だったなと思って今日触ってみて思いましたね。強すぎましたね。あ、強すぎてもダメ。作ることというよりもこのロケーション、場所に魅了されてここでそういったものづくりをするっていうところから始まったっていうのを先ほどちょっと伺って、何かを食べるとか何かをいただくって誰とどう楽しんでいただくかが結構重要じゃないですか。きっとだからこの自然の場所っていうのがそこにすごくマッチされたんだろうなと思うし、それを自分たちだけではなくてもっと周りの人に広めようっていう取り組みだったのかなと思います。ここに入ってるのだとこういうのしかないんですけど、こういうかっこいい、基本的に真っ白のラベルをベースに、あの、まあ、美術館にこう絵が飾ってあるようなイメージで、あの、作っています。拠点って一つじゃなくていいんじゃないって私は思っていて、まあ、いろんなタイプの方がいると思うので、私はなんかそのやっぱりこういった仕事をいろいろな役を演じたり、もう全然違う人たちとじゃあ3ヶ月ごとに仕事をするとかっていうのなので、その変化を楽しめる自分でいたいから一ところにとどまるんではなくていろんな刺激を受けていたいなと思うんですよね。かといってじゃあ一つじゃないからといって落ち着いてないわけじゃなく、その時一瞬をその今を最大限楽しむんですよね。そこで吸収できることとか見聞きするものっていうのを、だからそういうインプットがあるから仕事や他のことを表現とかでアウトプットできるなと思うから、やっぱりそういう自分の中での循環みたいなのを促すような場所っていう感じはここに来ても思いました。大持ち子ですね、これ。いろんな虫と鳥と植物があって。芋虫が特に好きです。芋虫が特に好き。芋虫の動きが。芋虫とか